おはようございます。10月13日木曜日、新聞コラムの音読を行います。直径 7.7 キロの小惑星、通称テロスが約2ヶ月後に日本に衝突する。人々は落下地点から少しでも離れようとアメリカ大陸やヨーロッパに逃げ出していた。ほとんどの人のいなくなった日本で、なぜか自動車教習を続ける教官と生徒の2人組が連続殺人の捜査に乗り出す。今年の江戸川乱歩賞を最年少の23歳で受賞した荒木あかねさんのこの世の果ての殺人は SF 仕立てのミステリーである。もっとも小惑星の地球衝突は実際に起こり得る。6600年前、メキシコのユカタン半島近くに落下した小惑星が引き起こした気象変動により、恐竜を含め地球上に生息していた動植物の 75% が絶滅したと言われている。最近の例では、ロシア南部に2013年直径15メートルの隕石が飛来して、割れた窓ガラスの破片などにより1000人以上が怪我をした。なんとか防ぐ手立てはないものか。科学者たちがたどり着いた方法が、探査機を衝突させ軌道を変え地球への衝突を回避するというものだ。アメリカ空港宇宙局（NASA） は先月末、地球から約1100万キロメートル離れた小惑星ディモルホスに570キロの重さの探査機をぶつけた。その結果が昨日分かった。ディモルホスが別の小惑星の周りを一周する時間が短くなり、軌道がずれているのが確認できた。地球の小型ロケットイプシロン、日本の小型ロケットイプシロン6号機の昨日の打ち上げ失敗は残念だった。NASA の衝突実験の成功は、地球防衛という観点から歴史的な快挙といえる。国際宇宙ステーション（ISS） では、若田光一さんがアメリカとロシアの宇宙飛行士と共に毎日ミッションに当たっている。地球の外から眺めれば、他国の領土に攻め込んで平和を乱す国の愚かさが際立つだろう。令和4年10月13日木曜日、三経名の音読を終わります。今日の三経名の表題は次のように決めました。小惑星衝突の地球防衛の方法。江戸川乱歩賞を取った荒木あかねさんの SF 仕立てのミステリー、この世の果ての殺人、面白そうですね。それにしても、この NASA が地球から1100万キロ離れたディモールホスに570キロの探査機をつけて軌道を変えたということは、すごい成果でしょうね。でも何かあるものによると、地球にぶつかる小惑星がものすごく速すぎて、確認したときにはもう手遅れになるというような記事ですかね。そういうのも載っていましたけど、大丈夫でしょうか。
恐竜が死滅したような衝突が起こらないことを祈っております。以上です。